一発マリオ3やってまいりましょう。1と2知らんけども、3やってみますよ。風か。風でそれ飲んのかきついな。風の中で座る。さあ、何事もなかったかのような顔して。うわ、むずいな。トントンだね。この背面乗りだと思うんだよ。左を押しながらちょっと。ああ、その感じ。今惜しかったな。今ほぼいけてたよ。難しいね。ああ、今の感じなんで。ちょっとビビっちゃってんな。オッケー、いったいった、オッケー。来たね。あとは半自動、全自動でゴールよっちゃ。いや、難しかった。風が強い。はい、どうもこんにちは。本日もマリオメーカー2の方遊んでまいりましょう。 1.89% スカイアスレチック人気ランキング、とても難しい第一のコースでございます。改造コースですね。まあ、とにかくトンボン、あー噛んだ。とにかくポンポン飛んでいくポンポンプリン系のコースでございましょう。さあ、なるほどね。動き出したらスタートということで、まあこの辺は軽々と。はい、おっとっとっと、そんなんもあんのね。これ普通に落ちて、あ、叩かなきゃな、これ。で、ここになんか来る？あー、砲台か。ここら待っちゃったな。てててててさあ、ついていく、目やっていくけど、どこまで進めるかわからない。あー、ここだ。オッケー。はい、はい、はい。あー、なるほど。砲台を踏んで、もう一回その場で次は柿を踏むんだ。なるほどね。はい、ここで。こいつを踏んで、こういうことだよね。で、ここに砲台、ここも2回って書いてるから2回。うわー、そういうことか。おすいね、おすいだね、おすい。はいはいはい。で、メガクッパ右側、オッケー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 。で、なんだよくわかんないんだけど、どうしたらいいんだろう、これ。なにこれ、ん、待機しといたらよかったのか。なんかよくわかんねえんだけど、ここがよくわからないんだけど。あ、なんかうまいこと言った。なんか弾き出されたよ、なんか。おお、やった、中間だ。ウケー。なんだったんだろう、あそこ。はい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 、オッケーオッケー。あー、なるほど。ポーンポーンポーン。あー、違ったか、タイミング。多分こういうコースはね、勢いでポーンと行っちゃえばいいんですよ、こういうのは。意外とポンポン。あー、なるほど、ここが道になるのね。オッケー。右左、右で、あー、これ届かんくね。うーわ、ブン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 届くぞ、俺ブンブン。さあ、こっから左で、割と右に力を働かせて、オッケーゴール。うー、やっとクリアできましたね。何で最後 P ブロックになってたんだろう。ワンワンだらけ、 0.9% やってまいりましょう。でも普通にパウがあるから、あ、で上からパックン降ってくんのか。パックンじゃない、ワンワン。あー、倒さなきゃいけないんだ。時間あるんかな。それによって難易度変わってくる気するけど。時間は50秒しかないか。うお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 う。一回逃げてみる？で、ちょっと待ってよ。わかんないな。ヒップドロップでガガガってやったら倒せないかな。ワンワンって一番下の段しか倒せないか。じゃあどうするよ、どうしたらいいよ。とりあえず上逃げるはそうな気するんやけど、全然倒せんのよな、ワンワン。うわ、耐えてる、やった。ああ、そうか、ここのためか。ん、一番下の段のワンワンしか倒せんのよな、普通にやってたら。ちょっと待って、なんかあったよ、なんかあったよ、なんかあったな。これでだいぶ難易度変わってくるな、確かに。これでこうやってガガガガって倒したら OK、 クリア条件いった。ちょっと待って、あとは慎重に。あ、ファイヤーがあるんだ、なるほど。ちょっと待って、2個あったんだけど、ファイヤーが。ファイヤー2個あったわ。2個ありゃもう勝ちだろ。はい、 OK、 勝った勝った勝ちだ、勝ちも、これは勝ちだ、これさすがに勝った。はい、もらった。はい、 OK、 勝ち。ファイヤーが2個あれば勝てるな、これ確かに。千本桜50秒ミュージックスピードラン、クリア率 1.1%。 ただの演奏コースじゃねえな、これ。結構難しいんじゃない、スピラン自体が。
やってまいりました千本桜、和楽器バンドさん。うー、美しいコースだねこれは。いやー、クリア率 1%、 すげえよくできたコースだな。よくこんなん作れるよな、ほんと。なんだこれ、超絶きつく地獄恐怖長いプロ用難しい千秒スピランちょっと待ってくれ、千秒スピランのベストタイムが6秒なんだけどさ、これ何これ。436分の7、ちょっとやってみよう。もうこれは面白い、確実に面白いわこのコース。何なんだろう、超絶鬼畜地獄恐怖長いあー、なるほどね。あー、まあ最初から難しいっちゃ難しいけど、なんかあるよな絶対これ。はい、ドア入って、え、なんだこれあったー、あったあった、ちょっと待ってよいや、もうさ、はい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 あ、はい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 いや、マジかよ、もうなんだよこれこれもうセキルトなんかやんねえよこんなの。あの、本人もクリアチェック23秒でやってるもん、こんなもん絶対まともにやってないわ。40秒スピードラン、一部騙しあり、ちょっとやってみっか。ベストタイム35秒、騙しか、やだな。まあ嫌ならやらなきゃいいだけの話なんだけど、やりますよ、楽しいんだからマリオメーカーは。やりましょう。だまし。はい、ジャンプこんなもんで、ボムヘ、あー、こういうことね。オッケーオッケーオッケー、いいじゃん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 。でここは普通に走っていくでよろしいんかな。おーとっとっと、危ない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 ね、コンボが。そしてトゲゾウがこっち来んとかーい。まあこっち来るかそりゃこれで別に短縮していいんじゃないかなこれまあ別に右行くぐらい大した労力ってはないけども。でこれで、これ跳ね返ってきそう、うわー跳ね返ってきた。いや来そうだとは思ってたけども、じゃあここで行こうも。でこれ普通に上行けるよね。おっとっと、これは下行く、パッ、あー Z ね、で土管に入れると。なるほどね。はい、やり過ごしてここで行けると。あー怖い怖い、ここのトゲが何気に怖いんよな。でここスピンですね、これは初見ではもう 100% 無理なとこでしたね。で、何？何何何？あー、オフ切り替えてきてないからダメなんだ。なるほど。こっちのズルルートを見つけたつもりになってましたけど、これ必須でした。そうか、オフ必須か。じゃあ短縮できないな。いや、これでクリアしたらベストタイム更新じゃんって思ってまあ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 、でもベストタイムって実際さ、そこまでこだわってないんですけど、どうなんですかね皆さん的には。ベストタイム、まあ取れたらちょっと嬉しいっちゃ嬉しいけど、別にどっちゃでもええけどね。ここは、ああ、いけるね。オッケーオッケー。さあ、残すところ15秒となりました。ここは普通、でここは普通に走ってったらいいんかな。オッケーオッケー。でここ即死じゃないのこれ、スピン出る？あー出た、一瞬の勝負だなこれマジで。ここむずいな一瞬、いやここ、これむずいって、この一瞬でスピン出すんで、これマジで一瞬、はい、オッケー。
これでいいんか。なるほどなるほど。ああ、オッケーオッケーオッケー。あの一瞬でスピン出すんが、マジでやばかったな。なんだこれ、何、どうして乗ってていいの。このコース、騙しありって書いてるから怖いんだよな。ん、ああ、ドアだー。上ボタン押しといたらよかったんか。なるほど。で、ここがマジでむずいんだよな、これ。はい、オッケー。これこれこれ。この一瞬でパックンこっち来るかさ。で、なんだっけ。ああ、で、コースターだ。これね、上ボタン押しっぱでいくよ、じゃあもう。上ボタン押しっぱ。上ボタン押してるよ、今。オッケー、入った。で、何、燃やせ。よしよしよし。燃やせ。やったー、クリア。クリア。やったね。いやー、命を燃やした。そういや、この間、鬼滅の刃のさ、映画のポスターのなんかオマージュで、焼肉屋が、肉を燃やせっていうポスター、鬼滅の刃のポスター、ちょっと、命を燃やせんとこ、肉に書き換えて、肉を燃やせっていうなんかポスター作って貼ってたんだけど、あれって違法じゃねえの？大丈夫な？